ちました。さあそして柏木慎介です。2017年5月14日のチャンピオンシップシリーズクォーターファイナル琉球戦以来のこの漆黒のユニフォーム、1252日ぶりの復帰です。これはもうシーホースブースターテンション上がりますね。そうですね、はい、逆に早くパスを回していますシーホース。柏木のスリー来たですよね、はい、そのバーレルが戻ってきている。ファウルは4つ犯しています。ただしかし残り時間はもう半分ありません。さあそして柏木、柏木チェックに行く。斉藤下から出したワンフェイク、いざスリーを打ってくれ、来た、これがエースの力です。金丸浩介37対24、セカンドユニットでも得点を重ねていきます。いやここはスティール、柏木狙っていた、笹山少しギャップができている。木下のドライブ、そのまま一人でいくか、カットしに行きました。ウィティングトーンというのもありましたが、そこからシュートタッチがまた盛り返してきたように見えます。77対63、金丸のスリーが来たー、